この前さ、すんげーコメント来てた。なんて？ここに出しとくけど。うん。何の動画だったの？俳句かな？俳句、ええ。あの、あれよ。他で俳句って言ってる動画が、なかった、うん。けど、やっと貼ったみたいな。今まで、まあ読んでください。そういうふうに。はい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 。なるほどね。っていうのがあった。だからほら、もう俺はそれ見て思ったよね。ほら。ほら。平井博明の。ワンナップゴルフ。ほら、だから言ってるじゃんって。そうだよね。うん。ずーっと前から言ってるよね。ずーっと前から言ってる。はい、ほんで、他の人言ってない。そう。ほら。ほらね。ほら。ほらね。ほら。だから言ったじゃん。うん、だからやればいいじゃん、みんな。そう。うん、でも、みんなやってて、うん、美味しい思いしてるから言わないんでしょ？あ、隠してんの？そう。そういうこと？じゃなきゃ、だって当てはまんないもん、そんなの。だっておかしくない？うち、もうすぐ6万回再生の、700以上だよ、いいね。あ、俳句ね。うん。すごい、ね。だってさ、じゃあ誰も動画やってなくて、本当に俳句がダメだったら、そんなことになんないでしょ。あ、なんない。だ、なんろってことは、やっぱそれに、親って思ってる人いるんだよ。ホラとか、親とか。ホラは俺たち。あ、そっか。やってる人は親だけど。あ、そっか。あれでしょ？俳句が親なのか、小屈当たんねえじゃんなのかわかんないけどね。どっちかっていうと小屈当たんねえじゃんなんじゃないかなと思って。うん、あ、そっちの方が多いからね。うん、でも、俳句っていう漢字2文字にしちゃってんだけど、うん、結局ヘッド出せだからね。そうだね。そう。こう。こう。こうやってたら当たるっていう。そりゃそうだよね。ヘッドスピードだってヘッドのこと言ってるし、うん、早く振れってヘッドを早く振れのヘッドのこと言ってるし、そもそも全部ヘッドだからさ。だからヘッドなんだよね。それを、なんで言わない、今までなかったんだろうと思って。そっか、ヘッド出さない理論が多いんだもんね。そう。ヘッド出すと何になっちゃうの？それが不思議なんだよね。捕まっちゃうのかな？捕まっちゃうのかな？小屈ポリスに捕まっちゃうのかな？そうかも。どうでしょう？でもなぁ。あの、サロン動画かなんかでさ、俺、俳句だけで打ったじゃない。うん。あれとかすごいよね。すごい。あれね、左でピンってなるやつね。そう。あれ面白いんだよね、結構動きが。そうやって映ってるやつね。そう。飛んでんだよね。めっちゃ飛んでる。これあれだ、大事なことだから、YouTube では言わないけど、飛ばしがそのなんだもんね。そう。言っちゃってるけど。それはさ、なんだ、まあ、俳句って俺らは言ってるけど、結局のところ、その、飛ばしたいとか、ヘッドを動かすとかになってくると、そういう動きになってこないかなって俺は思うんだよね。なってくるよね。だから、で、それで、ま、手首を切り取って、ここを何してるって言ったら、俳句してたっていうことだけだから。そうだね。それがね、今までないのと、あと、ダメって言ってたっていうのは、わかんない。だ俺、2、3ヶ月前からちょっと調子悪くて、で、この間のラウンドめっちゃくちゃ調子良かったんだけど、それは、こうやってたのを、こうやったの、トップで。あ、そうなんだ。そう。それにしただけ。アイアンがちょい髪、長いものが引っ掛けが多かったんでね。で、ちょっとこう、髪気味に入る。それを、こうやってやってた、まっすぐにしてたのをこうやったの。こうやって突き上げるようにしたの。こうやって。で、打つようにしたら、一切それ、ノン髪。ノン髪だった。ノン髪だった。むしろ髪だった。そう。全部クリーンヒットの髪。降りてきた。でもそれ上げ方は、どっちが正しいっていうか、自分的には。正しい？正しいはこっち。あ、だったのに、無意識になっちゃってたんだ。反対に。あのね、そう。ちょっとこうなってたんだよね。
あ、そうなの？これ、ここまで行ってないよ。まっすぐぐらいの、ちょっとこういう感じになった、うん。で、こう入ってた。気づかないうちになっちゃってた。なっちゃってた。あ、なっちゃうことか。練習しないから。それを、うん、俺さ、ミット打ちしろって言ったから、後ろヘッド。それは言っちゃダメなやつだけどね。はい、それをさ、ここをさ、意識したの。うん、こうやって、うん。こうだったのを、こうだったのを、こうやったの。はいはい。俺ね、その前の日の布団の中で、うん、俺朝、明日朝の練習場は絶対トップで、こうやって突き上げようっつって、行った、うん。で、もうそれしか頭にないから、うん、朝の練習場行って、一発目からサンドベッチからやったの。サンドベッチ一発目からナイスが出たの。もう今日行けると思ったあ、ちょっとじゃあ手首がやっぱ伸びてたんだ、伸びてた。気づいたんだ。そう。で、球も拾えないし、フェース乗らないし、で、スピン量が余計に少なかったのね。うん、でそれスピン量加わって球高くなって、うん、左も行かなくなったの。うん、だったらもう、ほんとショット良くて、こうやって。で、まあ、2アンダーで回れたんだけど、うん、すっごい良かった。だから、それ何やったのって俳句だから、こう、こう。そっから。そっから早くずっと早くで、こっからずっとこう、フィニッシュまで、うん、こう。これだけ意識した。もうインパクトどうでもいい。要は、こことこう早くずしてたら、ここも早くずするから。ああ。そうしたら、こう入るからね。うん。こう。はいはいはい。こうじゃなくて、こう。あ、そっち側からなの。そう。うん。これ超大事。こう。こうじゃない。やばいやばい。6万5000。これはやばい。こうなんだよね。こう動かせるかどうかだから。大丈夫、そこまで言ってないから。へ、俺分かんないからそれ。そっか、うん。できないから。それ言われて。俺に言ってないんだからね。そうだ。そうだった。そうだった。そう。めっちゃ大事。ここを動かせるかどうか。これが大事なんですよね。なんかそういう風に切ってもさ、スライスはしていかないんだ。うん。していかない。インサイドから、インサイド、まあ、多少だけどインサイドから入れるからね。うん。うん、なんかそうやって切ったら、すげえスピン入りそうだけど。スピン入るよ。やっぱ入んだ。入る。止めたいドローね。ちょっと待って、そんなこと言ってるけどさ。うん。ハーフトップしか打たないじゃん。ハーフトップしか打たない。それでハーフトップ打つの？もしかして。うん。え？一発打っていい？珍しい。普通に打っちゃったあんまり良くないなハーフトップで打つか普通に打つか関係ないんですよ。それをやるやんないと、うん、やりながらどっちにするかどっちにってんだ乗せ方だから、フェイスの。ドノーマルのハーフトップは何にも入れないけど、ハーフトップでもやっぱり球止めたいとき。ハーフトップで球止めたいときは、やっぱこう、こうやって入れる。こうやって。こうやって入れる。いや、すごいね、それは。これは、技術編。そうだね。珍しいね、技術編。ちょっと、ノックアウトいい？嘘。音が良くなった。うん。これ。あ。これいいね。今ね。あ、あって入れると止まる。まあ高さも出るし、ね。うん。
飛ばないことがない、なくなるからね、うん、当たり負けとかね、ヘッドを動かそうとしてると。何言ってるか聞こえないけども。これが重要ですよ。重要でした。ああ緊急で以上にしたいと思います。緊急で何で緊急だ退屈は大事だよってこと？そうなの。ヘッドスピードが45以下だったら、絶対退屈だからね。うん。45って相当だけど、もちろん45でも、なんかスペックによっては、めくれ球打っちゃうとか、球が、なんか、どうちゃらなるとかってあるけど、よっぽど普通のスイングのヘッドスピード45って絶対吹けないから。したら絶対背屈してあげた方がフェースに乗るしコントロールがしやすい運びやすいから、うん、なんで背屈をしてくださいこれは本当です。小屈が難しいと感じた時とか球が最近低いとかそうなった時に背屈を意識するだけでロフトを確保できるんで球が上がります。スピン量が増えますんでぜひやってみてください。はい、背屈最強という動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが絶対入らないでください